板橋はものづくりの街であるということをこれまでにもご紹介してきましたが、ねえ、何？りんりんちゃんから伝えたいことがあるの？板橋産業見本市、今年で20回目。へえ、そんなに長い間続いてたんだ。何？その板橋のものづくりの中で面白いものがあるの？何？あっち？あっちにあるの？え？何何？板橋産業見本市は区内の製造業を中心とした企業が一堂に会して優れた製品や技術を PR する産業展示会です。今年はおよそ120の企業や団体が出展、20回を記念して特別展示も行います。これに合わせて行っている板橋製品技術大賞は、区内の中小企業による優れた新製品・新技術を表彰します。今回は昨年度受賞した会社をめぐり製品を紹介します。はじめは志村にある浄水器を取り扱う AIT。 この分野で30年以上にわたり開発販売を行っています。緊急用手動移動浄水装置キャリーピュアピュアで防災災害対応技術賞を受賞しました。こちらがその浄水装置、はい、キャリーピュアピュアですか？そうです、はい。変わった名前ですけれど。そうですね、これはキャリーケースに入ってて、はい、でピュアな水を作るっていうことでキャリーでピュアピュア、どっかで聞いたことある名前かなと思うんですけども、うん、非常にキャッチーな名前かなと思ってつけました。でも、はい、まさにこの意味が込められてるんですね。そうです、持ち運びできる装置で水を、はい、ピュアな水を作る、きれいにすると、はい、なるほど、はい。キャリーケースの重さはおよそ 14kg、 中は浄水装置はもちろん初めて使う人にも分かりやすくパーツ名が書いてあります。で、特に電気使わずに全部手動でできるように手動のポンプがこちらに収まっています。きれいな水を作る割に意外とシンプルですね、はい、そうなんですね。やはりこれ災害時用に考えましたので、どなたでもすぐ使えるというものでないと意味がないと思ってこれを開発しました。この手動ポンプを漕ぐだけで1分間に 400cc のお水、はい、でも小さめのペットボトルちょっと結構たまります、はい、1分間にそれだけだと結構たくさんできますね。そうなんです、そうなんです。1時間あたりで計算すると24リットル結構な水ができます、はい。最大600リットルの水をろ過する装置は3つのフィルターに分かれています。食紅を使ったデモ機では飲料可能な浄水と排水に分かれます。でこちらはもうこういう、この水がここまで綺麗に、はい、透明なお水になります、はい。会社から近くの区立三次公園、浄水装置は池や川などの水を飲料水にできるということで、この池の水をろ過し飲んでみます。この池の水を浄水するんですか？うん、そうです。まさにこれを飲めるお水に魔法のようにちょっと変えてみたいと思います。準備は至って簡単。水をすくい上げるホースを入れ、浄水と排水のホースに分けてポンプを押すだけです。あ、重くなってきましたね。重くなってきましたね。お水がね、入ってくるのが見えると思います、ね。こっちに水が入ってきましたね。はい、見えますか？あ、浄水出てきました。はい、出てきました。もう浄水が、あ、すごい透明になってる。もう実際これがもう飲めるお水になってます。はい、しかもあっという間ですね。はい、あっという間です。すごい。一つのテーマとしてキャリー開けて3分で浄水と、はい、ろ過されたのは不純物、悪臭もない水です。その味は？じゃあいただきます。はい、どうですか？うん、飲めますか？普通のあの水道水のようですね。はいはいはい、まあ、水道水よりも美味しいと。あ、そうですか。本当にここに技術が結集してるんです。はい、そうです。非常にシンプルなんですけども、非常に高いテクノロジーを使って一つにまとめているという、はい、そういう商品になります。
会社では小型でもっと多くの水を浄水できる装置の開発を目指しています。あずさわにある柳沢管楽器は半世紀にわたりサクソフォンを製作しています。クラシック音楽に特化したマウスピースで産業文化賞の受賞となりました。これはどういったものなんですか？はい、サキサフォンという楽器を使って、いろんなジャンルの、音楽をやってます。ジャズですとかクラシックですとかポピュラーだとか、うん、いろんなそのジャンルでこうサキサフォン使われる場面があるわけですけども、今まで私たちがつけて販売してたマウスピースはポピュラージャズ用のマウスピースを使ってましたつけてました。国内でのサクソフォンは大半が吹奏楽クラシック音楽で使用されています。クラシック音楽のマウスピースはフランス製が主流。そこで日本のクラシック演奏家からの要望があったようです。柳沢はこんなにいいものを作って、楽器をいいものを作ってるのに、うん、マウスピースは取り替えないと使えないじゃないかと。うわ、ちょっと辛いところですね。悔しいでしょ、うんうんうん、ですから私たちだってできるんだっていうところを見せたくて、今回このクラシックのマウスピースを作ったわけです。なるほど。クラシックというものとあとジャズポップス用というのは、はい、そんなにこのマウスピースの一部の部分で音が変わるものなんですか？はい、まあ、例えれば日本料理 その職人さんたちがいろんな包丁を使いますよね。うんうん、確かに。出刃包丁があったり、そのお刺身を切る包丁があったり、いろんなものがあります、うん、中学生高校生が吹奏楽である程度使ってる分には、日本の包丁で言えばうちの家庭で使ってるような万能包丁、それでこと足りるんですけども、やはりもっともっと上手い人たち、プロの人たちが自分たちがこう目指すものを求めるには、やはりそれなりの道具が必要なんです。本当のプロの奏者の声に応えていくために作られた、はい、ということなんですね。そうです。プロの演奏家はこのマウスピースをどう感じているのでしょう。演奏してもらいました。すごい上品なと言いますか、綺麗な響きですね。はい、やっぱりジャズのマウスピースだとこういったなんか繊細な音っていうのはなかなかちょっと難しいかなと思うんですけど、やっぱこのクラシックのマウスピースだとそれが叶うというか、はい、自分の思ってる音が出せるマウスピースですね。ここで板橋の産業の地域の特色を教えてもらいました。板橋のものづくりはいつ頃から盛んに行われるようになったんでしょうか？はい、明治9年にですね、陸軍の兵器工場で火薬の製造が始まったのが近代工業の幕開けと言われています。ずいぶん歴史があるんですね。そうですね。こちらをご覧ください。はい。ほ、これは、板橋区内の工業の地域的特色を表したマップになります。こちらがですね、先ほどお話しした、近代工業発祥の地香川になります。ここから区内全域に広がっていくんですね。そうですね。例えばですね、はい、こちらの宮本町や、前野町を中心とした地域は工学産業が非常に盛んです。それからですね、こちらの、荒川と新河岸川に挟まれた地域は、大規模な工業専用地域がありまして、鉄鋼業が盛んになっています。こう見ていくとエリアごとに特色が明確にあるっていうのは面白いですね。そうですね。企業間の横のつながりなんかもありまして、このように集積しているものと思います。それからですね、板橋区内全域において、はい、印刷業が非常に盛んになっています。
これはですね、戦後の時期に元都心の方にあった印刷関連業がですね、町の都市化に伴いまして中山道沿いに都心から郊外へと、移転してきて板橋区で非常に盛んになったという経緯があります。最後に訪れたのは弥生町にある仲良し商事。24年前から竹や木を使った日用雑貨を製作しています。自社ブランドアグニーのおうちのお弁当箱では板橋製品技術大賞の最優秀賞を受賞しました。こちらぬくもりがあって可愛らしいですね。すべて子供用の食器ですか？はい、そうですね。弊社はずっと竹と木を使った、商品をずっと30年ほど作っておりまして、今回は子供用のために竹でこういったテーブルウェア商品を作れさせていただきました。これ全部竹でできてるんですか？そうですね。へー。受賞した製品を手に取ってみると屋根を外した。ちゃんとスプーンとフォークも内蔵されてるんですね。とっても軽いですし馴染みますね、手に。そうですね、やっぱり竹なので、はい、非常にコーティングをしておりますし、はい、お子さんがね、まだ食事を始めたばかりの頃、こういったものだと安心して使えますね。そうですね、口触りもすごく良くするようにデザインを心がけました。こちらの製品は専務の奥田さんが子どもたちと一緒に使い改良しながら開発しました。実際はい、ご家庭で、ね、使ってみて、はい、お子さんの反応はどうですか？そうですね、やはりお名入れがあるので、はい、名前を彫り込むと、まあ、自分のものだというのがすごく認識してもらって非常に大切にしてくれるように。でやはり、まあ、自分の食器で食べるというこの習慣が身について、そしてそれを、まあ、自分で片付けることまでちょっと最終的にはしてもらったんで結構良かったかなと思います。嬉しいメリットも生まれた製品。他にも何かと忙しい子育てに対応しています。食器洗機にも対応できるようにしてその毎日のメンテナンスをそこまで負担をかけずに。竹でできているのに食洗機もいけるんですか？はい、そうですね、まあ、このコーティングの技術、塗装の技術になるんですけど発想から大体6年ぐらいかけて開発して外部機関で、まあ、テストしてもらってで問題ないというお墨付きをもらったので発表しました。はい、本当に子育て世代、お子さんだけでなく、はい、親御さんにも配慮して開発されたんですね。そうですね、頑張りますね。ここでプレゼントのお知らせです。お子様用のトレーとスプーンがセットになった離乳食パレットを抽選で1名様にプレゼント。はがきに必要事項を記入の上ご応募ください。どの会社も精巧な技術があり、そして人の思いに寄り添う、期待に応えたいという思いがあって本当に素敵だなと感じました。今年の製品技術大賞、どんな製品が選ばれるのか今から楽しみだね。その表彰式が行われる板橋産業見本市、11月10日11日の2日間にわたって区立東板橋体育館で開催されます。ぜひ皆さんお出かけください。10月31日から区役所1階でモンゴル国協定締結20周年を記念しゲルの展示や伝統遊びなどができるイベントを開催。モンゴルの文化に気軽に触れ合えます。11月12日13日の2日間、赤塚体育館通り周辺で第39回板橋農業祭りが開催。五感を刺激するイベント盛りだくさん、ぜひお越しください。魅力発信板橋ナビ、いかがでしたか？これからも板橋の魅力をどんどんお届けしていきます。それではまた。